はいどうも皆さんこんにちは、ピヨチキチャンネルプネシのピヨトです。さあ今回もスプラトゥーン3マッチやっていきたいと思います。今回やっていく武器はこちらでございます。クーゲルシュライバーヒュー、トラップ吸引器を持っているクーゲルシュライバーのマイナーチェンジ武器となっております。今回はサブ性能アップ、インク効率のアップのメイン、そして人速でやっていきましょう。それではガチホコバトルスタート。さあ借金を抱えている現状でございます。クーゲルシュライバーメインそんなに使えませんが、まあなんとか頑張っていきたいと思います。サブ性能アップはトラップを少しでも活かすため、まあそういう感じでやっていて、メインはこのねクーゲルシュライバーというものは基本的にリチャージをしながら動くという関係で、まあ動くための人速プラス少しでも長く打ち続けるためのメインインク効率という感じです。まあどういう風になるかについてはね、私マジでまともに触っていないため、マジのねあの脳内での憶測でやっちゃってる節がありますゆえ、試して OK かダメかは実践で見極めていきたいなと思います。ということでやっていきましょう。理想論は語っていくべきだぜ。上振れたら強えっていう可能性もあるから、なんか長くねえか、大丈夫かい、来た瞬間人一人いなくなってるとかないかい。さあということでお相手はスクイクリンのベータ、若葉シューターボールドマーカー N ザップの89ですね。でこちら側 N ザップの85オーバーフロッシャークーゲルスライバー級スプラッシュカーのコラボ。あここ置けるんだ、と待ち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 、ダメだ、人気が人気がねえですよ、あぶね、ほっ、とりあえず側面をやりつつ逃げます。どうする？なんか明らかに上から飛んできてんの。オッケー。お、先制。で、あげます。あぶね。どこ行ったホコ？そこ。プロップ。プロップ。ザー。何ロボームいたのか、マジかよ、それは知らねえぞ、やばい、ハンコバレてる、バレますかな、あの位置だったらまだ大丈夫だと思ったんだけどな。今回着地ケア一切ついてませんゆえ、とりあえず先に割るしかねえな。今回私イカ速と何もつけてないんですよね。あ、それもらいます。正面衝突した、ひどい、なんてひどい動く。あ、私上飛んでくるなこれ、大丈夫かわさーん、ずっと攻められてますね、やっぱり。よっ、よいしょ、 OK ダブルキープ、3人いってるならば今、今が攻め、うわー赤ザップいるね、側面からスクイクベーター、ここいけるかな、あややこしいがワンチャン、オッケー、ナイス、ナスタもらいたいね、ちょっとブブルラッシュ、何かの拍子に消えたっぽいな、うっ、ぶね、
これダメか、そもそもセンサーすらついてない。側面にいるってことは安易に飛べねえなこれ。おお、え、なんで防いだ今ほぼ全…あ、そこに一人残ってた。マジか、やってくれたね、やってくれた。言い方が違う、悪じゃん。え、あ、ちょ、視点が悪だったわ今。さあとりあえず関門は…あー、うえ、早すぎる。さあワイプアウト。ただエナスタ飲んだ2人は即復活ができております。あの距離はさすがには無理よ、エナスタ飲みに行くのは。どのルートで来てる、こっか。シャイシャイ、エナスタどこよ。あったったったあったったった、動く動く。あ、逃げた。待って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 、あ、ダメか。飛ぶしかねえ、もうこれは無理承知でも飛びたい。マジで、あとフレーム単位のレベルだったな今。マジあとフレーム単位だった。向こうの方がほんのワンテンポ動くのが早かった。それだけの違いではあるが、それの違いによって私たちは負けた。まあそれでも必ず勝てるかと言われたら怪しい点ではあるが、怪しい点ではあるけど、いやでも普通にいい試合してた。いやー悔しい。オーバーフロー、オーバーフロッシャーさんひどいスコアをしていらっしゃる。マジかよ。まあホコアリ強いからいいし、エナスタここまで回転してくれてるさ、クローズアップもいるから、いやーこれマジで。でもね、これを私が強く言えないな。私もこういうことをやるからなんだよな。人に対して強くは言えねえ、同じことやる。うん僕もね、上振れ下振れがだいぶひどい人だからね。まあそれに関しては私も改善したいとは思っているんだけど、怒るから。さあマヒマヒリゾート&スター、プロパグダイス。パグってあれ、プラグズマゼプラグパフか。あれなんだっけ、ハグってなんだっけ、犬。さあお相手ラピッドブラスターのエリートイズサミナー。よいしょ。でアレガおっとガエン F。 マジ今の当たるのかよ。ガエン FF で、あれがヒーローシューターレプリカかい。ああ合ってるね、武器の影からしか言ってないからさ。やっと超人ゴー3人。うまっ、うまいけど、まあ私は今の盤面死んでもいいよ。3-1で、ああマジか、残り1人に持ってかれたこれ。よし、いるね、うっ、マジかい、うまい、大丈夫かい、うまい。こちら側の方には非加速付きが一人だけか、赤ザップ以外は逆に言うと非加速が付き、うまい。ほっ、いくよ、まあさすがに。よいしょ、オッケー、ここは無理やりでも行った方がいい。
ここ突破できるできないでかいからなマジで。さあ、おお、さらに奪う。いいよ。さすがに私一人なら引いた方がいいね絶対。側面来るね。よいしょ。よいしょ。一番怖いのは側面のいなさそうだね。でも塗られはしてるけど、明らかに変な音しなくて、どっか潜伏してね。あ、やっぱいるわ、いるいるいる。あれどうしよっか。よいしょ。吸引してんね。よっ、すいません。うわ、ローメン。さあ、これ突破されるか。おお、うまい。セリー、蚊に吐いた、蚊に吐いた、蚊に吐いた。うまいが、ダメか。ブヤチュ、側面からやられると非常に痛いね。これはまずいな。まずすぎる。一気に持ってかれたか、一気に持ってかれたか。さあ、ということで負けですね。いい具合にいってたんだけど、本当にあの状態がきつかったか。側面からが痛いね。くー、向こう側の動きがそもそも上手かった。それはある。あの状態で落とせればな。近距離も強い方ではある。吸引器、今回ちょっと使いどころが少なかったんだよな。使おうとしても有効的に使える場面が少なくて。さあ、お相手の、そうだね、やっぱヒロシュ強かったね。ウルショもそうですが、なんか横からヒュッてきたりもするから、その点はやっぱり強かった気はする。ガエン FF カスタム、まあうーんって感じではあるか。ガエン FF のカスタムって何のサブスペだっけ。スペシャルがトリプルトルネードなのはまあ見たらわかるけど、サブなんだったっけ。ガエン、イグザミがこの量しか塗れてないってのも、まあそれはそれで気になるんだけどね。敵側の方500、イグザミってだいぶなんて言えばいいの、塗りが強かった印象があるからこそって感じだな。もうちょい、でもこちら側としても私もキルが取れていない。前に出るって言い方はあれだけど、牽制をしてアシストでもいい、1キルでも多く取れるように、まあ前に出て圧かけながらも引くときは引いてデス少なめにっていうやつでいきましょう。ダークネス、もともとダークネスなんちゃらさんがいるんでしょ。山本さんだっけ、私はちょっと存じてないんですが、いっぱいいるよねダークネス系の人。なんかごくまれにアシュのシャイニング山本みたいの見たことある気がする。ダークネスの逆がシャイニングかって言われたらまあなんかわかんないんだけど。いろいろボムが飛んでくる。出るかい。さあ、お相手ダイナモローラーと、うまい、国際級シャープマーカーのネオ、そして N ザップの8級。うまいね。
くる。一応このルートにも置いておくか。じゃあダメか、おっと来るとしたらこのルート、よし逃げましょう。さすがに同じく吸引器使ったのはあれか、さあちょっとまずいね。側面からの攻撃を防ぐためにも私はここ行くべきだね。出るかい味方。オッケー、うまい、ナイス局者。どう来るか、陣地的な問題もあるが、マジでダイナモに近づかれるとやべえっていうこともある。大丈夫かい味方。止めろ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 止めてくれ、危なすぎんだろ怖いわやべ、よいしょ、オッケー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 、トリプルトルネードの闇に乗じてきそうだったから、今のはナイス判断と私は自分で自分を褒めよう。どう来るかな、ただルートが2つに分かれている。何、後ろなんであそこ抜けられてんの、マジか、これさっきと同じパターンだぞ。この状態で、いや、ためるためるためる、割らせない割らせない、あ、いる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 、継戦能力舐めるな。うわー、イカになればよかった。オッケー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 、中央に戻したのでかい、塗り返して盤面立て直したい。ダイナモいるね、ダイナモの侵入経路的な場所に置いとくか。どうせいい、あ、うまい、うまい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 、いいよ、ほっ大丈夫ね、ナイスピッカだ。おい何やってんだ、のびっくりドッキリメカ感すごいよね。あ、まくっ、なーにー、ナイスナイスナイス、さあここ止めに行くしかねえぞ最後この状態で倒せれば相手を済ませられるが、逆に言うとあ、ナイス、ありがとう、オッケー、ナイス、ベストカウント塗りポイント注目された時間ナンバーワン、ナイス、マジでやっと勝てた感がすごい、やっと勝てましたがな感がすごいが、それでも10キル5です。いい戦績してるじゃないですか。やっと勝てたよ本当に。でもいいスコアは出しててもやっぱりあと一歩が届かないみたいのが多かったからね。さあこれが第4戦目だね。次が一瞬見えた変な戦績はもう見ないこととする。
ただし戦績は考慮しないものとするよ。吸引機2人っていうのは結構誇りには強かった。サメが1回も出てない、完全なゾンビプレイヤーがいるね。1人完全なゾンビ。いやでもダイナモ上手かったね。やっぱり近づくのが上手いね。気がついたらいた。あと後ろから入ってきたりもしてたし、まあそれはね、私がイカランプだったり死亡のデスマークが出てるところ気づかなかったっていうのもあるはある。そこもまあしょうがないっていうか悪いとは思うんだけど、それでもやっぱり裏から入ってきてやるまでの挙動だって、一瞬でも見えてイカの音でもあったら僕気づくし、そこ気づいてないっていうのがそもそもすごい。その音をあまり出さずに、また出したとしても気づかれないくらいの音ぐらいしか、一瞬出したぐらいのレベルしか出さない。さあ頑張りましょう。お相手金モダラエクスプロッシャー52ガロンラクト450デコ、んデコってないわ、あれ無印でした。やばいやばいやばい、ふっ、えい。で、こちら側がボールドマーカーのネオと、ラピッドブラスター。よいしょ、いた。ほっ、よい、逃げろ逃げろ、大丈夫かい。ただ大丈夫ではなかったっぽいね。ふっ、あ、落ちた、ごめん。焦った挙句縁石に乗り上げし、うまいな。クワッドホッパーのブラックの方、ゾンビをちゃんと生かしてるね。うまいうまいうまい。あれ、あんな風に上がられると困るか、困るんだけどね。あ、エクスプロだ。あ、うまっ、返り撃つんかい。あ、いたわ。進んでもらいたかったところではあるが、多くは望まない。うわ、バレた。当たってるけど、あエクプラ、やっぱりあの位置は厳しいね。さあ関門突破されていく。やべやべ、うわー、エクプロのメインだこれ。さあカウントリード、エクプロ強え。丸美里の合わせ技がやべえよ。負けです。強い、強すぎる。少なくともエクプロ丸美里の組み合わせがやばすぎた。さあということで負けです。悔しいけどなんかもう厳しいね、あの状況までいったらって感じもする。ということで負けでした。やられましたね、完全に。2キル4です。919イン、うわー。ということでどっかのタイミングで借金返さないとまずいね。際限なく下行くぞこれ。ということで今回はここまでといたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。まあぶっちゃけた話だと、このクーゲルシュライバーというね武器の中ではうまく扱えた試合は多かったんじゃないかなとは思います。まあ味方のせいに全てするつもりはございません。私が使い慣れていない点があって、戦績上ではいいけど、例えばトラップがあの8キル持ってって、私がメインとかで関わったキルは1キルしかありませんでしたっていう可能性もありますんで、今この段階で言えることはない。キルデスが多かったからといって良かったからといって、私が試合にね関していい動きをしてたかって言われたらそこは言えないからね、はい。ただ勝てた試合はね頑張った感じはあったので、まあ良かったんじゃないかなとは思う。
いろんなところを味方に頼った点はありましたけどね、最後あたりとか。はい、まあ、私が今後も活躍できるようにいろいろとマジで周りを見ながら、またマップとかを見ながら、イカランプを見ながら、いろんな点を見ながらやっていけるようになりたいものですね。はい、それではここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。